い、どうもー、ヤマピーでーす。はい、ということで今日は三協さんの筑波営業所に来ております。今日打っていく台はこちら、バルブレイブを打っていきたいと思います。はい、こちらスマスロですね、ファンさん。困ったの、最後は言ってくれてよかったんですけど、困ったんですか。困ったちゃんですね。はい、スマートスロットということで、はい、バルブレイブですね。はい、遊戯機自体見るとそんな変わんないんじゃないかと思うんですけど、メダル入れるとこありません。はい、でメダル出てくるとこもありませんと、はい、いうことでございまして、右下のところに入ってます。これが今の入ってる枚数で、ちょっとそこを押してみてください。これですか。緑のところずっと押しっぱなしになる。減ってきますよね。おお、減ってってる。そうすると右のユニットところにメダルが転送されてるみたいなんで、はい、そうやって長くね、なんかわざとやってるのも盗難防止の意味合いが、いきなりこう5000枚パキンって、あ、確かに1秒でワンプッシュで出てきちゃったら大変なんで、ユニットの方にメダルが移るということみたいなんで、はい、でもちろんこれで1枚。そうですね、はい、といったことで、はい、なんかちょっとドヤ顔はい、ドヤ顔します。はい、ドヤ顔。まあ、打ってみたらもう普通にスロット打ってるのと変わんないよっていうのが、はい、思うところかなと思いますね。で、詳しい台のスペックは打ちながらお話していただきたいなと思います。はい、はい、では行っていいですか。はい、それでは打ってみよう。追加のこれ何、サムネ。短かったな、短かったな。追加で、では早速打っていきたいと思います。事前にね、今回も営業所の方から説明をいただきましたので、まあ、いつもよりかはちょっと知識があるんじゃないかなと思います。ああ、そう。じゃあ早速その知識を、はい、基本的になんか赤7を狙うと、赤7ね、はい、はい、いいらしいですよ。左で中と右は適当に。どういった遊戯性なんですか。順蔵が、知ってるやつをさ、ボンボン並べるスタイルやめて聞きやすい順序ってあるでしょ。あ、そうなんですね、うん。あらららら、らこれがゲーム数ですか。そうです、はい、その数字が結構キーポイントになってまして、まあ、その数字を上げてってゲーム数解除を狙うとなんですけど、はい、これ1回転ごとに1上がるように見えるんですけど、実はいろんなチャンスポイントがあって。そうですね、今もなんかプラスなんとかでいっぱい、レア役とか、あとそういうそこのゲーム数を上げる特化ゾーンも上げるあるみたいなんで、はい、あ、これスイカ。おお、スイカだとプラス30されますね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。やっぱレア役引いたり、ブーストチャンスっていうモードに入れると、はい、一気にゲーム数を得してくれると。お、あ、今2倍速出ました。いいの引きましたね。はい、もうこれはかける2の状態です。はい、常に1ゲームごとに2上がるし、何か引いた時にも2倍乗ると。はい、今ゲーム数が59ですね。で、2倍で63になりました。繰り返すんですか、ずっと実況みたいな感じで行く気ですか。あ、ブーストチャンス来ましたよ。これが、ゲーム数を一気に、ね、できるチャンスで、はい、3つあるんで、うんうん、青、緑、赤と、もちろん狙うは赤です、はい、赤狙っていきましょう。期待度3、まあ、狙えないんですけど、期待度2、ね、はい、まあ良くも悪くもない、よく、はい、ダンスが続くほどチャンスと。はい、あ、これはあれじゃないですか。今ダンス終わったんですか。はい、ダンス終わってません。終わりました。ダンスが続けばチャンスって、俺ダンス今なんか流れるのかと思ったけどドゥ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 ンって言ってなんか終わるほどチャンスと。はい、あ、ほ、はい、噛みつきステージは、はい、チャンスゾーンの前兆ステージとなってます。はい、前兆ステージ来ました。はい、あ、普通に打っていただいて、はい、赤7左フォローすれば真ん中と右は親父打ち、知ってます、親父打ち。親父打ち、はい、こういうことですか。親父打ちだね親父打ちだね今時紙タバコ吸いながら打てるとこないと思うよ。
おお。なんか解説してくれるのかと思ったらおおしか言わないですね。ちょっと僕もね実はさっき資料見たばっかで、はい、ちょっと今僕の方で説明できないところはテロップかなんかに入れてもらおうかと思います。はい、発展しました、はい、人間やめますか。やめません。人間やめますか。やめた。やめちゃった。人間やめちゃったよ。やめちゃった。キューマ、あ、キューマ参戦しました。なんかいいんじゃない。あ、V チャレンジ、共闘 V チャレンジ来ました。仲間と共闘して、勝利をつかみ取れと、はい、いうことで、これがチャンスゾーンになるんで、はい、ここを突破できれば見事ボーナスと、はい、いうことで、この時はですね、山 P さんの左のとこにハルトって書いてありますね、はい、その下に V を狙い発生でチャンス、はい、これはもう V を狙えば揃えば OK で、右にキューマさん、はい、これリプレイがチャンスなんで、あ、山 P さんはこう共闘っていうのが2つ今チャンスをもらってるよっていう状態です。あ、なるほど。お、リプレイです。わあ、にゃにゃにゃ、チャンスなんでね。お、あ、7、うん、あ、そこから大丈夫、そこで赤7を、そこはフリー打ちで大丈夫です。で、プッシュ、あ、そこで行く場合があるんじゃないですかね。やばい、面白。お、V、V 来たよ、V、 V、V、V、 あれ、あ、ベルですね、ベルですね。お、来ました、 V を狙え。逆押しです、逆押しです。あ、今日狙えますね。見やすいですか。ミス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 、合ってました、合ってました。人間やめますか。その言い方なんか人間やめますか。あ、 V 行きました、 V、 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 おお、綺麗に揃えて、見事チャンスゾーン突破でボーナスと、はい、ボーナスなんですけど、はい、革命ボーナスと決戦ボーナスっていうのがあって、はい、割合は1対1、はい、で革命ボーナスの方が、うんうん、エッティに突入させやすい、リードされた状態なんで、はい、ぜひここ革命ボーナスをね、はい、よい、おお、勝手に、あ、革命ボーナスでーす。革命ボーナスです。はい、で革命ボーナスは疑似ボーナス50ゲームプラスアルファ、はい、あ、でそこナビが出たらその通りに、そこ赤7狙って2、3ですね。 OK です、ベル、はい、で山 P さん、これ払い出しカウンターで、はい、666、あの右上に今15ってなりましたよね、はい、これを666を超えると革命ラッシュという次のステージにようやく上がれるので、むしろこれ666いかないと終わってしまう。あ、なるほど、わかりやすいですね、はい、いかにここ子役だったりレア役を獲得できるかと。なるほど、あ、じゃあベルが揃った方がいいってことですね、はい、で、ヤンビさん、ヤンビさん、はい、ヤンビさん、ちょっと目押し実は苦手じゃないですか、はい、で次ちょっとわざとミスってもらっていいですか。でちょっとそこ赤じゃなくてあえてゴールドの方を狙ってもらっていいですか。間違えましたって言ってもそこの数字は上がるんです。おー、優しい。獲得自体の枚数は申し訳ないですけどもらえてないんですけど、はい、その666目指さなきゃいけない部分で言うと、うんうんうん、ちゃんと枚数は獲得いただけると。おー、優しいですね、はい、メアピーさんにとってはこれ本当救いの確かに設定となっております。おい、これだったら私もプライベートで打てるかも。打てるね、これだったら。今まで私は知識がないあまりに、うん、打ちたい台があっても打てなかったんですよ、A タイプしか、ね、はい、でもこれだったら分かりやすい。ちょっといいですか。今ホールドってなったんで、はい、上の 31G っていうの分かります。おお、それどんどん減ってったんですよ。それを今止めてくれてるんで、おお、この間ヤマピーさん666どんどん増やしちゃえよという、おい、なんて優しい救済処置、はい、じゃあこの間に増やしちゃいますね、はい、あれ、どんどん増やしてください。ホールドが終わらない限り上の数字は減らないんで、めっちゃいいじゃないですか。今チャンスです、これ。あ、終わっちゃいました。あれ、早い、ね、したら上の数字も30って減っていっちゃいますね、また。なるほど、はい、ホールドいいですね。ホールドは結構このね、666目指すと鍵になるかな。でもホールドが絶対あるとは限らないですもんね。なんか潜在の話してるみたいですね。あと300ぐらいか。
これは続けたいですけどね。てか660枚15枚ずついくから結構もう早いよね。やっぱ早い。1回獲得すると15枚がそこにバランスされていくから、うん、確かに、うん、もうだいぶ半分まで来ましたよ。ああ、また来た。あ、ホール、あ、ホールド、あ、ホールド来た。ホールド、アホやろ。ちょっとやばい、やばいよ。ちょっとあと9ゲームしかない。やばい、やばいかも。やばいんじゃない。またホールドしてもらえないと。ホールド待ちじゃないですか、これ。ホールド待ちよ。100枚スタート、もう無理じゃないですか。これはホールドしてくれると思うんだよな。ホールドしないとやばいですね。ホールド待ち。お、あーしない。ホールドして、誰かホールドして、長い時間ホールドして。終わっちゃう、終わっちゃう。誰か誰か誰か、あ、やばいやばいやばい。うわ、いや、もう無理ですね。もう無理じゃないですか。やばい。あ、ハテナだよ。はい、ヤマピーさん、実はですね、はい、プラスアルファがあるので、あー、50ゲーム引き続けるだけ載せられます。あー、それが50ゲームプラスアルファ、はい、ベルを引き続ければ大丈夫です。ヤマピーさん、これベル引きましょう。わかりました。じゃあ目押しができればところですね。目押しではないと思うんですけど。レバーオン大事。頼む。あー、あとちょっと、あとちょっと、いけいけいけ。おー、ベルでつなぐね。いけ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 。いいよいいよ、ベルでつないでるよ。これ渋いよ、ここら辺で終わったら。あ、なんか下パネル消えましたよ今。え、これ消えましたよ、ほら。ほら、ほんとだ。来たんじゃないですか。録音にゃ。おー、到達。次、革命ラッシュというのに上がりました、はいはい、上位ラッシュに上がりました。おー、これはですね、昆虫、昆虫昆虫増高継続ループで、はい、10ゲームから100ゲームで、またラッシュが続くんですけど、はい、77%、はい、ループなんで、おーおー、これを3回、77%を3回通せば、うんうんうん、次の、さっき冒頭で紹介した、うんうん、はい、超革命ラッシュ。おお、そう聞くといけそうな気がしちゃう。さっきのは666枚獲得目指せよ、はい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 、今回は3セット通せよと、うん、いう状態。このなんかふるいに落とされてる感じだね。666枚通れる人と、次77%を3回通れる人と。確かに、その時に栄光残ってた人、おお、超革命ラッシュ待ってると。確かに、Vランプをすべて点灯させて、ここですね。そうですね、3つありますか。超革命ラッシュをつかみ取れ。今上の数字が20だったんで、はい、今の AT は20ゲーム、それ終了後に V を獲得を目指すものが。おー、なるほど。メダルがさ、こういうさ、ベルが揃ったらジャラジャラジャリって出てきて、はいはい、ババババって入れるじゃないですか、はい、今はさ、ベルが揃ったらジャラジャラジャリって出てきて、はいはい、ババババって入れるじゃないですか、はい、今はだからなんか本当にスマートですね、はい、だからなんか離席とかするとき慣れないと怖いですよね。あー、そうかもね。なんか忘れちゃいそうじゃないですか、うん、必ずあのちょっとした時間でも持っていくことを推奨してましたね、メーカーさんも。そう、ちょっと今はもう電話とかで外出るにしろ置いてくじゃないですか、はいはい、けどね、それはやったら怖いと思います。危ない危ない。そこにだって今8316枚入ってますって。そう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 、そうだよ。だからね、ちょっとトイレもね、持ってった方がいいですね。ヤマピーさん間違えて台持ってっちゃうんですよね。いやいや、カードじゃなくて、ごっつぎだろ。私心配だったんですって、台背負って取られちゃう、嫌なので。やられてるんで、あのお客様、あの IC カードだけお持ちいただければね、カードだけ持っていた、私心配症なんで。いや、心配バルブの噂持ってきます。もう台開けてこうやってウィーンって外す作業から。あの、私ね、あの知られてないかもしれないですけど、店員なんで慣れてますとか言って。そういう問題じゃないよね。はい、そんなことで、ヤマピさん、ここが腹切りチャレンジです。お、来た。3ゲーム以内に、はい、V を獲得、はい、目指すんですけど。おお、これ見たかった。レバーオン、ボタンを押すタイミングでちょっと面白いことが起きそうなんで。なるほど、ぜひね。わかりました。じゃあ V を狙えばいいんですか。今もう8になったじゃないですか、はい、レバーオンで1個分なんかこう消化してるような感じ。なるほど、はい、じゃあ V 狙えばいいんですか。あの、赤7で、ね、赤7でいいんですか、はい。これも赤7。今7になってますね。赤7ですか。あの、そこフリーで大丈夫です。やばいですね、もう4しかないです。3 2 1。ピンチ迎えてますよ。
もうラストっすよ。あ、音が違う。ピパン。これはおそらくいったんじゃないですか。ピパン。ピパン。おはい、見事 V 獲得なんで1個目突破と。で、多分上の V が1個つくんじゃないですかね。はい、じゃあ B さん来ました。スタンバイ。スタンバイなんで2回目の V を獲得を目指すと。わかりました。ハラキンチャレンジ。はい、ハラキリチャレンジ、はい、めっちゃ目かきながらやってましたけど、ね、目かゆくなっちゃった、うん、いきます。ハラキリ、ハラキリ、ハラキリ7、まあまあまあ、6。おお、気持ちいいね。おお、さっきのはさ、ちょっと鳴るんだろうなって感じだったじゃん、音が違った。今回はさ、ちょっといきなり来る感じがいい。いやー、良い。なんかこのヤマピーがサクサク打ててるっていうのが、このなんか僕は今見ててすごいいいなって。え、いいんですか。いや、逆にヤマピーでも打てるってことは、見てる方 99% いけるじゃないですか。そういうこと。成長したんだなって、ちょっとあー蹴っちゃった。だいたい1日1回蹴るんで成長したんだなって、ちょっと寂しくなっちゃってんかと思った。なんやねん。はい、いよいよスタンバイ。ここを獲得すれば、はい、超革命ラッシュ。はい、革命ラッシュはまたこれすごいんですけど、やっぱ超革命入れないと、はい、今日は終わらないと思うんで、ぜひ見てください。帰れまてん、革命ラッシュ入れるまで帰れまてん。はい、ハラキリチャレンジ3回目です。じゃあサクサクいきましょう。ほんとこのボタンでやってくれてんのいいね。おお、どこで来るかほんとわかんない。いや、マジわかんない、やばい、やば、嘘。はい、蝶がつきました。蝶がつきました。はい、蝶がついたんで、はい、継続率がさっき 77% が 90% まで上がります。おー、目押しに真剣になっちゃうやばい、パチンコと違ってちょっと喋る余裕がなくなるな。あのパチンコだとね、右打ちしろって言ったらハンドルひねってりゃいいけどそうそうそう、ちょっとあの目押しと順番間違えないようにって意識して、常にもう画面ガン見してるもんな。あ、間違えちゃった。まあ、普通はそうなんですけどねYouTube とかこういった配信でなければ。まあ確かに、あのエアピーさん、あの別撮りでちょっと撮ってるやつ、この角度、はい、こんなみんな斜めって打ってんだよっていうのをちょっと残すために今回やったんですけど、あの皆さんなかなかこう通常のスタイルではない、こんな斜めって打ってる人いたら隣からお前邪魔だよって言われちゃう。間違いない。え、なんでこの隣の人だってめっちゃ俺の方向いてるやん。エンディング。はい、ということでバルブレイブを打ったんですが、いい、すべて見せたい絵は演出は見せられたんじゃないかなと思うんですが、これぞ流行りギャグみたいな。そう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 、今あんのかな、私が知らないだけで。僕一個知ってんですけど。何ですか。ギー食5をイー食10っていうやつを知ってます。あのね、それね、え、ギー食5、え、飲食後飲食後ってやつ知ってるんですけど、それね、あれは伝説だと思うんですけど。おおお、来た。おお、数字が増えてる、数字が増えてる。100だ。え、ごめん、全然見てなかった。どんなタイミングで起きたんですか今今あなたどういう画面だったんですか。え、あれ、ということで、それの、はい、バルブレイブおだまりみたいな、なんですか、おだまりっていうはい、打ってきたんですが、はい、この配信がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、それと私のツイッターの方のフォローもよろしくお願いします。それでは、またねー、バイバーイ。はい、カッチャイ。はい、いきます。はい。100。
99、98、97、日が暮れるわ、はい、カウントだ。100からは初めて聞いた。10、はい、どうも八百屋じゃないんだから八百屋やってんじゃないんだよはい、どうも八百屋じゃないんだから。